はい、ありがとうございます。では、幹事社の読売新聞中村です。はい、まず幹事社からじゃあ、一つ質問させていただきます。アジア大会の開催経費が、はい、大幅に膨らむことが想定され、多分市の負担分もですね、それなりに増額することが見込まれるんですが、その市の負担分について、市長がどのように圧縮していくか、また増えることによっての、市民理解をどう得るのかということについて、お答えください。はい。アジア大会の関係で、この2000前回がですね、2011年にカザフスタンで、大会を開催をしております。その前が中国大会ということで、日本での開催が2003年の青森大会ということでございました。それで選手役員の規模はそれまでの大会大体1000人程度と青森大会と同様ということでありました。で、開催経費外国の場合なかなかその実態がわからないという部分がありますので、この2017年の札幌でのアジア大会を2003年の青森大会と同規模と仮定をした前提でですね、同規模と仮定をして、開催経費というものを想定をしたものであります。で、実際その、今さまざまな国地域からですね、参加の要望、こういったものを聞いてまいりますと、役員選手含めてですね、1500人規模ということで、これまでにない大きな大会の規模になるということが想定、予想、現時点でですね、予定をされたということであります。そういったことに基づいて、それから OCA から例えばそのドーピングの検査の高度化でありますとか、海外放送のですね、映像信号、こういったようなものについても高度化を求められてきているということで、それらを積み上げていったときにですね、大会の概算規模が開催経費が膨らんできたという状況にあります。これはアジアにおいても冬季スポーツ、特にアイスホッケーでありますとか、そういったアイススケートですね、そういったところの選手層が非常に増えているということで、開催希望が増えているという状況があります。そういう状況の中で、OCA の先日役員がお見えになったときにですね、今の概算経費を見積もりをして、これをですね、例えばその今後当初想定をした金額の相当な膨らんだ状態になりますので、こういった経費のさらに縮減ができないかということを今後相談をしたいということでお示しをした数字であります。そういう意味で今の組織委員会、それから所管部に対しましては3つ指示をしてございます。1つは競技日程、あるいはその輸送手段の見直しでありますとか、そういった効率的な大会運営ということで、OCA、関係団体とですね、競技団体とさらに協議を進めて、開催経費そのものをですね、縮小することができないか、そのことを検討するようにということ、それもう1つは、収入の部分で、日本スポーツ振興センター都等助成金、こういったものに対しての、増額といいますか、これは国、あるいは文科省、スポーツ庁、こういったところとですね、協議をすることで、国等からの支援というものが多く得られないか、こういったこと、それからもう1つは、OCA、あるいはJOC のご協力をいただいて、スポンサー企業からのですね、いろいろご紹介をいただくということで、歳入を上げていくこと、これらの取り組みを、協議を進めていくことで、地元の、財政負担といいますか、そういったものをできるだけ小さく
していくように、まあ、それを検討するようにというふうに指示をしてございます。まあ、そういう意味で今後全体の経費をどう縮減できるのか、あるいは収入部分をどれだけ増額できるか、まあ、そういったことによってですね、地元負担というものが決まってくると思います。まあ、これはその都度ですね、市民の方々にもお示しをする、あるいは議会にもお諮りをするだとですね、全体としての経費節減について努めていきたいというふうに考えてございます。分かりました。幹事社の日経新聞小山です。はい、今日の発表事項の3番目に、まあ、やや関係するかと思うんですけども、はい、月曜日オリンピック・パラリンピックの開催概要検討委員会が開かれて、まあ、主要テーマが決まり、特にそのパラリンピックをより推進しようといった意見が、全面に出そうといった意見が目立ったと思うんですけれども、一つはそのことについて市長の受け止めと、もう一つはその、まあ、本格的にそれで違いを出そうとするとですね、まあ、街づくりとかにも踏み込まないとできないと思って、結局それができないと違いを出せないという、その辺についての市長のご意見を伺えればと、はい、これはですね、まあ札幌で冬のオリンピックの開催を次目指したいという一つにですね、まあ、オリンピックとパラリンピックが開催をされるということが、まあ、今後のまちづくりにも大きいというふうに思っておりまして、まあ、そのように開催オリンピックをですね、招致する意義の一つとして、このパラリンピックが、まあ、同時に開催されるといいますかね、そのことは非常にまちづくりの観点でも大きいというふうに申し上げてきました。まあ、それはなぜかというと、まあ、これから超高齢化社会に向けていく中で、町全体がやはりバリアフリー、まあ、ハードもソフトもでありますけれども、まあ、ユニバーサルデザインといいますか、バリアのない社会を作っていく、まあ、そのことがオリンピックの後もね、仮にあったオリンピックの後もそういう街になっていくことが望ましい、まあ、そのオリンピック・パラリンピックを契機に全体、これはもう公共施設だけではなくて民間の施設も含めて、そして、まあ、市民の方々のいろいろなおもてなしの面も含めてですけども、まあ、そういったバリアのない社会を作っていくということがこれからの社会の中で非常に重要だというふうに思っているからであります。まあ、そういう意味で、その検討委員会の中でもですね、まあ、オリンピック・パラリンピック、まあ、要するにパラリンピックというものに対して、これは重要だよねという視点をいただいたということは、まだ私の考えとですね、全く気を一にするものだというふうに思っています。ですから今のお話のように、当然、これはオリンピック・パラリンピックを開催をする、招致をするためにもですね、ハード的にもソフト的にも札幌の街がそういう街づくりを進めていって、初めて招致が成功していくもんだろうというふうに思っていますので、まあ、このあたりもですね、市民の皆さんと意識を共有していければなというふうに思っています。では幹事社から以上です。加盟者で質問がある人があればお願いします。北海道新聞の須藤です。本日ですね、泊原発に関係する防災避難ですね、訓練行われているということで、その関連でですね、泊原発の状況についての基本的な認識を改めてお聞きしたいんですけれども、以前のこの会見の場でですね、再稼働の是非についてお尋ねしたときにですね、具体的な条件が整理されていないと、現時点でお話しできる状況にないという答えをいただいたと思うんですけれども、はい、まあ、改めてですね、市長として、その具体的にどんな条件に着目されるのか、まあ、再稼働に関係するところでですね、あとその条件が整ったときに市長として再稼働の是非について何らかの、はい、立場を表明するお考えがあるかどうか、はい、そのあたりをお聞きしたいです。はいはい、原発の問題についてはこれまでもですね、私申し上げてきているのは、まあ、基本的にはその安全確保というものが最優先されるべきであって、まあ、そういった安全対策、そういったものについて示されて、まあ、そのことに対して、まあ、道民市民がこう納得感を持てるということになっていくことが、なんといっても最低条件、重要なことだろうというふうに思っ
ています。まあ、そういったことからすると、今現状の中で泊原発の再稼働の問題について、こういう条件でまあ、いろいろな安全対策が取られてます、クリアしてますということが示されていない以上ですね、そこに判断できる状況ではないというふうに申し上げてきております。ちょっと言葉尻を捉えるわけもないんですけれども、はい、逆に言うとその道民市民の納得感が持てる状況だと、これは再稼働というのは容認できるという理解、うんうん、まあ、それはたらればの話になるかと、その段階でということになると思いますが、はい、その段階で判断される。ちょっと重ねてで恐縮なんですが、はい、もう1点だけ、原発の問題についてはですね、今月に入ってからもですね、うん、国の方、N 庁の方ですかね、国の方で、いわゆる核のごみ、高レベル放射性廃棄物のですね、処分のあり方についての説明会も、まあ、道内で開かれたりといったような状況があるんですけれども、まあ、そもそもその核のごみのですね、最終処分のあり方が、まあ、全く目処が立っていない状況で、まあ、再稼働が現に九州の方で行われたりですね、そういう現状があるわけですけれども、この最終処分がのあり方が決まっていない状況で、再稼働がなされるということについての是非については、もしお考えがあればお聞きおっしゃいますか。そうですね、基本的にはその、まあ、最終処分のことがしっかり決まった状態で、行くことが非常にやっぱり納得感を得られるといいますかね、安心感を得られるということなんだろうと思います。ただ再稼働の問題と最終処分の場合も切り分けて議論されてきていますので、それは国においてもですね、最終処分についてはこれからも最終処分をどうしていくのかということは並行して議論されていくことだろうというふうに思います。HTB の西野と申します。お願いします、はい、市の保育料の値上がりに関してなんですけれども、はい、国は新制度に伴いまして、うん、在院時の保育料を据え置くか据え置かないか、うん、市町村に判断を委ねるとしているんですが、はいはい、札幌市が旧年少扶養控除の適用をやめた具体的な理由を教えてください。基本的にはその年少扶養控除を従来所得税の中からの控除を見直した議論の中にですね、いわゆるその児童手当というようなことが改めてその子どもさんお一人に対して手当が支給をされる、まあ、そういったことから扶養控除というものを廃止をしたという経緯があります。ですからこの手当、まあ、控除をされるかに手当が出たという部分があって今回の制度の見直しになっておりますので、基本的にはその考え方について妥当だろうという判断をしたものであります。出ている手当で値上がり分の保育料は、はい、値上がり分というよりは扶養所得の補足の部分に所得控除をするのかどうかということについて控除をしないと、それが税法上なくなったという考え方の前提の中にちょっと児童手当が支給をされているという考え方があったわけでありますので、そのこと自体は妥当なことだろうというふうに思っております。ですから結果的にその所得の捉え方が、所得税の捉え方と住民税の捉え方によって、まあ、一つはその年少控除というものが控除されるかされないかによって元々の所得として補足されるといいますかね、そこが大きくなってくるわけですから、まあ、それが階層、何段階の階層にありますので、その階層区分の中にどこに入るかということに増減が出てきたということは多分あるんだろうというふうに思います。でもう一つは以前の記者会見の場でもお話を申し上げましたけれども、その所得の次元の違いによって絶対、まあ、2年前の所得、昨年の所得というような所得の増減に違いも出てくるという部分が、それは個人個人の違いの部分があると思いますので、それらは制度とは直接関係のなく、個人の所得が増えたことによって階層が増えるという場合も出てくるわけであります。で、
当初その制度設計の中にはですね、全体の中で値上がりという、まあ、制度全体の中でバランスを取るという形になりましたけれども、実際見ていくとその年少扶養控除、特にその子どもさんが多いご家庭の方はですね、控除される額がなくなると非常に大きいわけですよね。でそうするとそれによって、随分その実際の保育料というものが差が出てきたというふうにお話をいただいておりますので、そこはしっかりとあの実態を検証する検証するようにという指示をして、今そういった調査をさせていただいております。その調査今月の頭から始められたと思うんですけれども、はいはい、これだけ時間がかかっているということは、はい、こう事前のシミュレーションが足りなかったのではないかというような声もあるんですけれども、うん、そのことについてはいかがでしょうか。そうですね、あの事前のシミュレーションというよりは、まあ、ある程度国のモデル的なものでいきますので、先ほど申し上げましたように実際その所得が変わらないのに今の仕組みの制度によって変わった方がどれだけいらっしゃって、中にはやっぱり所得が増えて変わっている方もいらっしゃいますし、所得税と住民税の所得の把握によって、例えば給与所得以外の所得のある方は、その住民税の場合はそれも合算して補足されるということになりますので、その差というのはその制度設計では判断つかない部分がありますので、あの個別のいろいろ、まあ、個別といいますか、個々の状況をお伺いをしていかなければその実態がわからないということで調査をさせていただいています。ですから、シミュレーションした状況というよりも実際どうなっているのかということを個別にお伺いをしていく上でですね、少し時間がかかっているというふうにご理解をいただければというふうに思います。すみません、重ね重ねもう1点だけ、はい、今後は軽減措置を取るのかどうか、はい、ということが焦点になってくると思うんですが、すで、はい、に保育料を据え置いている横浜市は、うん、負担が増えた人が4000人いまして、うん、数千万円規模で市が負担しているんですけれども、うん、一概に札幌市も同じだとは言えないとは思うんですが、はいはい、この数千万円という数字、札幌市の予算からしてもそれほど大きな額ではないかなと思うんですが、はい、あのそれは含めてですね、まあ、どのぐらいの財政負担になる、例えばその軽減措置なり段階の措置を取ることによって、市の直接的な持ち出しがいくらになるのかということを、横浜市の例は今横浜の例でありましたけれども、まあ、札幌の場合どのぐらいになるのかということをしっかりあの見た上でですね、あの判断をさせていただきたいというふうに思います。取りまとめのめどはお決まりでしょうか。あの、まあ、調査についてはですね、あのできるだけ早くまとめさせて、あのまとめるように指示をしています。あと加えて今のように、 ある程度どのぐらいの、例えばどういう状況であればいくらぐらいの財政負担が出るのかということを、あのいくつかシミュレーションをした上で、あの判断をしていきたいというふうに思います。まあ、仮にもうすでに金額を決めて納付していただいている方がいらっしゃいますから、場合によってはその返還するというような手続きを取っていくというようなことになるかもしれません。まあ、そういう意味ではあの調査期間なり決定時期が仮に後ろにずれたとしても不利益にならないような形をしっかりとしていきたいというふうに思います。北海道新聞の三井です。ちょっと以前も出た話恐縮なんですが、当別学の関係でお伺いしたいんですけども、はい、2007年に、将来の水需要を予測した際はですね、まあ、現状の水源だけでは足りないということで、うんうん、はい、まあ、それを当別ダムから取水する理由の一つに挙げていたと思うんですが、はい、まあ、それが最近になってですね、その水需要だけはの部分だけでいうとですね、はい、将来需要のほうが、まあ、現在の水源だけでも賄える量になるということになった、うん、このこと の受け止めを改めて伺いたいのと、うん、あと先ほどアジア大会の経費の話も出ましたが、はい、あの今後ですねオリンピックの招致のことなどを踏まえるとですね、その将来予測過度にならないようにするためにですね、うん、このダムのことをまあ糧にするためにもですね、うん、まあ、再検証というかですね、はい、そういうことをするお考えがあるのか2つお願いします。それは
再継承というのはダムの再継承というんですか。その水需要予測、いや予測のことですね。あ、ダムの予測が、はい、結果的にまあこういうずれたことについて、はい、なんで、こういうことになったのか、原因究明などの検証する考えがあるか。前にもお話を申し上げましたけれども、水の需要予測というのは定期的にさせていただいています。というのは、水道事業のようにこの企業事業は、大体5年計画をでいろんな事業を見てますので、5年ごとに、水需要を予測をしながらその、営業状況というものをですね、やってきています。ですからその前にも申し上げましたように、以前のその推計そのものがその時点での水需要のトレンドに合わせた状況になっていたと。で、最近の予測の中でやっぱり落ちてくるのは非常にこう節水の、例えば洗濯機だとかそういったようなものが随分変わってきたというような状況もありますし、企業の経営状況の中で地下水を使うと、こういったような形で水需要のトレンドが変わって、予測が変わってきたということがありますので、それはその時点その時点での見通しの状況で数字が変わってきているというのは、これはもうやむを得ないかなというふうに思っています。そういう意味で今36年までの水需要計画です。26年から5年間の水需要というもので今回推計をしておりますが、当然5年後の次の後期の5年計画の中でもですね、水需要がどうなっていくのかというふうに、それはしっかり見ていきます。で、東別ダムにつきましては、前にも申し上げましたように、その需要予測だけでなくて 水源の分散という観点がありますので、将来的にそのトータルコストが過剰にならないように、今後の施設の更新ですね、浄水場の更新などについてはダウンサイジングをしていくとか、そういった全体の経営の中でその需要の変化というものについて対応していきたいというふうに思います。改めてその、なんで結果的にですね、足りないというところがしまったということについて、そのやり方を見直すというかですね、そういう検証するのか、やり方というか推計そのもののやり方に間違いがあったのではないと思ってるんですよね。どうしても推計ですから、それまで の水の需要の伸びみたいなものを同じような伸びで見るか、下方修正していくか、人口と同じなんですけどね、いくつか の, そのトレン流れというか、それを推計に使わざるを得ないと思いますので、人口推計も何でもそうですけど、推計値としてはどうしても過去の伸びと今この数年の状況がどうなっているのかっていう伸びで見ていきますので、その時点時点で推計値が変わってくるという部分は、これはやり方の手法の問題ではなくて、その実際使われている量がどう変化してきているかっていうところに影響してくると思いますので、繰り返しになりますが、当然その5年計画を作っていく中ではですね、水需要というものは改めて、推計をやり直していくということは、これは常にやっていかなきゃならないことだと思っていますし、やっていくことになります。北海道新聞の鹿内と申します、山手養護学校の件で、八雲病院の移設に伴って山手養護学校を取り壊しになるという話がありまして、市長はどのように把握していて、あと山手養護学校の生徒を受け入れ、今後体制はどうなっていくのかと、今時点のお考えを教えてください。今国立病院機構の方で、八雲にある病院との関係で、今山手にある病院を、増改築といいますかね、そういうことが想定をされるということであります。で、今山手養護の養護学校がある土地がですね、そこから土地をお借りをしているという関係が、札幌市がお借りをしているという関係があるものですから、建物その病院の建て替えをするにあたって、今の学校のまま増
蓄するということができないということで、養護学校の建て替えということも、まあ、検討してほしいということを病院側から言われているという状況であります。それで今お伺いをしているのが、平成28年度、まあ、今の予定でいくと来年度にその病院の基本設計をされて、まあ、29年30年から工事をされるというふうに伺っています。そういう意味ではその基本設計の中でですね、院内学級というものも作られるというふうにも聞いておりますので、その状況がどうなっていくのか、そしてもともとその山手養護学校というのはこの山手にある国立病院に入院をされている子どもさんが多く通っていたところだったんですが、現状はですね、その入院をされている方以外にも通っているという状況があります。ですからその病院としていわゆるその院内学級学校的にですね、作る部分とそれ以外の今通っている方々に対してどういうふうにその後の学校を作るかということは、これは市として道の方とも協議をしていかなければいけないんですが、それはしっかり考えていかなきゃいけないというふうに思います。ですから建て替えしてそれが学校がなくなるということではなくて、今通っている皆さん子どもさんたちにその支障がないようにこれはしっかりしていかなければなりませんので、その時の対応を今通われている方々にこれからもいろいろな状況、子どもさんの状況をお伺いをしながらですね、その山手の病院のところに隣接をする学校で、どの程度まあ、受けられるものなのか、それ以外のところにどうしなければいけないのかということはこれから検討させていただかなきゃいけないと思いますが、これはもう言わずもながらなんですが、今通っている子どもさんたちに支障がないようにしていかなければならないということであります。関連で、はい、します。その院内学級というかその学校の機能、はい、まあそのまあ、改築をというかですね、うん、新しくできる学校機能のことなんですけれども、これは一律になるのか、はい、あるいは同率になるのか、はい、そのあたりが、まあ、現状どのような方向で検討はされているのか、うん、では市長のお考えとして、まあ、今現時点決まってなくても、はい、こうあるべきだというところがあればお聞きしたいんですが、はいはい、八雲の方にいる学校のですね、子どもさんたちもこちらに来るという可能性もあるというふうに聞いてますから、結論から言いますと今同率にするか私立にするかっていうところの議論を決めているわけではありません。これから同教委とも協議をしていかなきゃならない部分があります。それはその結果ということになると思いますが、先ほど申しましたように、まあ、同率だろうが私立だろうが最終的には今いる子どもさん、あるいはそのこれから札幌市としてどういう教育体制を取っていかなければならないのかということをしっかり考えていかなきゃいけないというふうに思います。STV の中川と申します、はい、丸山動物園なんですが、はい、今日猿山のおどこかありまして、うん、見てまいりました。非常に開放的な新しい施設になったなという印象を抱いておりますが、はい、まあ、公開も控えまし、一般公開も控えまして、うん、まあ、一方でその市民の間にはやっぱり丸山動物園ちょっと事故相次ぎましたので、うん、はい、不安の思いというのも払拭できてない部分はあるかと思います、うん、はい、まあ、今回のその猿山公開がですね、うん、そのまあ不安解消の一助に、うん、まあ、なればというような思いあるかどうか、うん、また今後 の、 その、まあ、小菅さんを迎えるということもありますけれども、さらなるその市民の信頼回復という部分について、お考え伺えればと思います、はい、ですね、猿山、まあ、猿山や猿の移設をしたことは、まあ、今一時的に置いている猿の環境ですね、
まあ、そこが長く置いとくにはあまりよろしくないだろうということで、できるだけ早く猿山の方に移したいということでやりました。当然今お話のようにですね、丸山動物園に対する大変いろいろなご不安があります。市民の皆さんのですね、不安がありますので、まあ、それを一日もやっぱり信頼感を取り戻していくことが重要だというふうに思います。まあ、そういう意味で猿山だけの問題ではなくて、丸山動物園全体として、飼育体制、これしっかりをしていくということであります。その時に先ほど冒頭も申し上げましたように、朝山動物園で非常に長いご経験のある小菅さんをですね、非常勤ではありますけれども札幌市の職員としてですね、丸山動物園の参与という形で直接動物園の方でお話をいただく、まあ、ですから単なるその外からのアドバイザーということではなくて、動物園そのものにですね、入っていただいて現状の問題点というものを解決できるものは、まあ、早期に解決をしていく、今後の体制についてもですね、さまざまなご意見をいただいて、まあ、例えばその職員の採用のことだとか移動の問題だとか、まあ、そういったことについてできるところからですね、解決をしていって、市民の皆さんの信頼を、まあ、一日も早く回復をしたいという思いであります。すみません、別でもう一問、はい、保育料が、まあ、計算方法変わった件に関連してなんですが、まあ、前回の会見の時にもちょっとお話していたかもしれませんが、その月額3万円負担増というような方も中にはいらっしゃるという中で、まあ、そういう方にとってはやはり今一日先週の思いでですね、札幌市の対応を待たれている方もいらっしゃるんじゃなかろうかと、まあ、後日返還なんていうお話も出ておりましたが、やはりまあちょっと逼迫している方もいるということについてはどのようにお感じでしょうか。先ほど申しましたようにね、できるだけ早くその方向性を出したいという部分は変わりません。ですから、ただ個別の状況をきちっと把握するためにはですね、単なる、まあ、この辺でいいだろうというわけにはいきませんので、しっかり主とした対応を取った上でですね、方向性を出していきたいというふうに思っておりますので、まあ、もうしばらくお時間をいただきたいというところ。すいません、UHB の小出と申します。はい、丸山動物園の小菅さんの就任についてもう少しお聞きしたいんですけれども、小菅さんに対するですね、権限をどのようどれくらいまで権限があるのでしょうかということと、はい、助言をいただくことが書かれているんですけれども、はい、その助言をですね、いかにこう実行していくか、うん、そのような体制というのはどういうように今後作られていますでしょうか。はい、先日私も直接小菅さんとお話をさせていただきました。まあ、そういう意味では役所的には非常勤でありますけれども、まあ、局長を、対応という待遇といいますかね、そういう形でお迎えをしたいというふうに思っております。で、まあ、小菅さんご自身もやはり動物園の職員自体がいろいろなことに気がついてといいますか、自らやっぱりこう変わっていかなければならないということを強くおっしゃってました。まあ、そういう意味では誰かに言われて何かを変わっていくということではなくて、まあ、もちろん自分はいろいろな形でアドバイスもしていくけれども、職員自体が自ら考えて行動していくというふうになっていくために、自分はまあ、お力をお貸しいただけるということでありました。そういう意味で、必要な事柄については私直接ですね、小菅さんからもお話を、例えばこういうふうに今後してい、ってほしいというようなことがあれば、それは私市長として小菅さんから直接お話を伺いながら、私としてやれることをしっかりやっていきますというふうに申し上げました。HTB の宮方です。たびたびすみません、保育料の件で一つ改めて伺いたいんですけども、札幌市が取った措置の理由として児童手当が支給されることによる扶養解除を廃止した考えは妥当だと思ったという話を先ほど市長お話ありましたけれども、まあ、市長はずっと子育て支援に
力を入れていくと言っていた中で、まあ今回家庭によっては3人以上のお子さんがいる家庭によっては負担が増えることが事前にも分かっていたと思うんですが、改めて子育てに力を入れると言っていた市長がこういった措置を取った理由というのをお聞きしたいなと思います。今回の措置を取って、まあ、事実上その4月からの改定ということになります。ですから先ほど申しましたように、私が判断をしたというよりは年少扶養控除なり何なりの考え方の国が取った考え方については妥当だという判断で進めてきたんだろうというふうに申し上げました。で、一方でお話のように特にその3人以上の子どもさんがいらっしゃる方というのはやっぱり極端にですね、保険料が差が出てきたというふうに実態としてですねお話があった以上はですね、その実態をしっかりと把握をして対応しなければいけないということで今指示をしているというわけであります。最初1日の会見では、値上げについて考えていないという発言があったと思うんですけれども、うん、その後、まあ指示を出して場合によっては返還させるかもしれない話が進んできている理由というのは何かある、うん、一番最初の時もですね、あの時点でその特段その対応というものが考え、ただいろいろな実態の声もあるので、それは検証しなきゃいけないというふうに私申し上げました。はい、で具体的にそれを指示をして動いてきているというわけであります。ありがとうございます。 NHK 横山です。マイナンバーですね、はい、国の事業ではあるんですが、市にもそれなりに責任をこう、まあ、負わされた状況であると、まあ、その一方で、まあ、利用、いろいろな利用が考えられると思うんですが、まあ、この間ありましたようなヒューマンエラーの部分、はい、そういったものを、まあ、その今後いろんな中で防いでいかなければならないっていう中で、まあ、その利用について若干その、まあ、じゃあまずその、そうですね、どうやって防いでいくかということを、うん、改めてお聞かせいただければと思います。はい、マイナンバーの制度については、まあ、これまでも申し上げておりますように、ね、やはりいろいろなセキュリティの問題を含めてこれしっかり対応していかなきゃいけないわけであります。で、いろいろなシステム的な、まあ、もちろんその手立てというものはこれ十分取っていくのは もちろんでありますけれども、やっぱりヒューマンエラーをですね、これをなくしていかなければいけませんので、まあ、今回の問題についてもその間違いが起きないようなシステム改修ができないかとか、あるいはその二重のチェック体制ですとかね、まあそういったものをしっかりと取っていくということはもちろんでありますけれども、まあいろいろな部署でこれからもこのマイナンバーというものが使われていくことになりますので、改めて情報セキュリティの問題、これはシステム的なセキュリティとそれから人的な対応をですね、改めて漏れのないようにしていかなければならないというふうに思っております。そういったその対応が必要という中で利用計画、まあ、マイナンバーを利用したいろいろな事業、はい、まあ、条例案も、ね、今回の機会出てますけれども、はい、そういったものの計画に特に差し障りというか変更するべきところというのはないというお考えですね。ある意味ではその利用といいますか、活用していく部分については特段そこに変更はないと思いますが、まあ、そこに間違いがないような形で改めてそれは徹底をしていきたいというふうに思います。すみません、もう一点いいですか。札幌旅行券ですね。あ、はい、なんか売れ行きがどうなっているのかというと、まあ、それについてどう考えられているのか伺えればと思います。はい、札幌旅行券の販売状況でありますけれども、昨日、まあ、一昨日ですね、10月の19日現在でありますけれども、約2万9000冊が販売されておりまして、販売予定が5万5000冊でありますので、販売率今のところ 52% という状況であります。発売当初ですね、やはり2週間くらいでかなりこう申し込みが強くありましたけれども、その後
申し込み冊数というのは横ばいになってきているという状況がありますので、まあ、最初はかなりこう関心が高かったという部分があったのかと思いますが、まあ、今一度最近ちょっとこう落ちてきている部分がありますので、まあ、今一度まあ PR 等も徹底をしていきたいというふうに思います。HBC の釜井と申します。はい、お願いします。札幌市のがん死亡率が 89.9% と非常に高く、はい、北海道全体で見ているよりも高いということを関しまして、うん、札幌市はどのように受け止めてどうお考えになっているのかお聞かせください。はいですね、がん の死亡される方のですね 33% ぐらいががんをということに今札幌市がなっております。まあ、そういう意味では死亡者数の死因に占めるがんの割合というものは非常に高いというのが実態であります。まあ、そういう意味で、まあ、札幌、まあ、今あのそのがんの総合対策ということをですね計画を作って、対策をしっかり取っていこうというふうに思っております。まあ、ある意味ではその今非常に割合が高いということもありますので、まあ、今まであの総合的ながん対策計画を作っている市町村というのはあまり多くないんですけれども、まあ、札幌の場合非常にこう割合が高いという状況もありますので、まあ、これから、まあ、有識者の方々によるその委員会もなども設置をしましてね、総合的ながん対策計画づくりをしっかりしていきたいというふうに思っております。何度もすみません、北海道新聞です。あの冒頭のですね、あの冒頭 の, その、はい、東京アジアの件なんですけれども、競技日程輸送手段の見直しという話がありましたけれども、つまりこれは競技日程は短縮を検討とする検討されるということで良いのかということと、輸送手段の見直しというのは具体的にどんなことを念頭に置かれているのか、この2点をお聞きしたいんです。あの見直しを意識したということでは、あの見直しを、競技日数、種目とかですね、これは当然 OCA なりあるいはいろいろな競技団体と話をしていかなければ結論が出ないわけでありますけれども、あの全体の枠組みを小さくするためには例えば日程を少なくするとか競技の数を減らすということが一つ考えられないことではないですけれども、それが可能かどうかですねということをあのそれぞれの団体とやっていくことを指示をしたということであります。で、あとあの輸送手段というのは例えばその OCA とかの、まあ、役員の方とかの輸送であったり選手の輸送についても、まあ、今その例えばそのバスの料金が高いとかなってるんで、まあ、1台あたりの乗る人数だとかそういったようなことも含めてですね、競技の状況によってそういった台数も変わってくる可能性があるので、そういったことの縮小ができるかどうかも含めて競技をするようにということであります。結論こうしたいということではなくて当然相手がありますので。加盟者以外で質問がある者の方いらっしゃったらお願いします。いや、ありがとうございました。はい。